フラーテンベルフがあまりに良すぎるために遠藤航がガチで大ピンチに。フラーテンベルフしっかり守備にも戻るようになったな。遠藤もフラーテンベルフみたいな運びできればいいのにね。これは遠藤控え確定したかな。まあ過労気味だったからそれでもいいと思うが。俺も遠藤控えでよかった派だけど、試合に出られないのは聞いてないぞ。最低限15分くらいは試合出てほしいんだが。このままずっとベンチで試合感なくなるのはまずい。ダブルハイも控えてるってのに。フラーテンベルフが攻守の要すぎる。もはやワールドクラスまである。昨年フラーテンベルフを6番で使わなかったのはクロップの失態。6番というか使いこなせなかったんじゃないかな。良くも悪くも選手任せだったし、フラフェンはスロットに出会えてよかった。フラーテンベルフの強度心配してる人多かったけどもはやそういう声もなくなるだろうな。めちゃくちゃいいわ。フラーテンベルフ普通に出足もいいからボールカットもすごいことになってる。結局ゴールに背中向けながらのプレイが苦手だったってことでほんと6番で使うの大正解ってこったな。こりゃ遠藤の出番ないわ。マルセイユでデデルビに使ってもらう方がまだ幸せだったろうに。遠藤が悪いじゃなくてフラーテンベルフが良いだからね。遠藤はつなぎとして補強されてフラーテンベルフが出てきてつなぎの仕事は終えたんだよ。22歳で190センチのオランダ人なんて自分が監督ならたとえ何あってもそりゃ使いたくなるわ。ものになればこの先10年レギュラー務まるわけだし。未だに無失点だしスロットが正しいとしか言いようがない。スロットのサッカーに遠藤は合ってない気もするし。